なんかその具体的にガードをする方法とかアプローチっていうのはあるんですかね。僕が一番あれはあのね、はい、日本でカウンセリング受けるようになって、はい、まあお金もかかるし、ね、今どんどん日本は特に若年層お金がないとかって言うと、はい、僕はねあのぜひお互いに相手の悩みを聞き合えるような、うん、これどういうことまで言うたらいいの、僕は実はそういうことを、はい、その聞く能力を高めるために、うん、この大平議論とか教えていたり、はいはい、あるいは大学で教えてて名古屋手術をしている中で、はいはい、それぞれ、東京でやってるのは大平議論を通じて人それぞれっていう中で人との話を聞くときに怖くなくなるでしょう、うん、あこの人は三州やからこんな感じ、うん、この人は九州やからこんな感じで、うん、怖くなくなるというか、まあ、馴染みが生じる、うん、薄い知り合いかのように初めから話できたり、うん、あれ薄い知り合いでもなかなかどうやろっていう人にちょっと一歩近づけたり、その時にその人の内面をちょっと聞けたりする、うん、お互いに安心できて自分を傷つけない、ああいう人、いやそれ大したことないと思いますよとかね、うん、いやそれはそこまで考えすぎなくてもとかね、うん、あるいは身内やったら一緒に散歩でも行こうとかね、うん、これ全部ねうっすらとしたライトカウンセリングなんです、うん、なるほど、うんうん、あの毛づくろいカウンセリングって言ってる、はいはい、毛づくろいですね、うん、はい、僕はその前30代の頃なんか、うん、あの診療受ける必要はないけど、うん、ちょっとしんどかったらまずカウンセリング受けてもいいかもしれないってことを散々言ってきて全く広がらない、はい、で広がらないことが起こってるんじゃなくて、それはやっぱり日本人の良さもあると思い出して、うん、でもその割にはその毛づくろい的なカウンセリングというものが、うん、やっぱりこのできない、特にコロナ以降、うん、コロナの最中から、うん、そういうことがお互いにできるような素養というものをつけていったら、うん、あちこちで特定の自分の友人に対するカウンセラーみたいな、ね、うん、お互いが、はいはい、ほんでその時に闇友みたいに、まあ、闇友もいい面もあるかもしれないけど、うん、ズボッと入るんじゃなくて、うん、ちゃんとこの距離感を保ちつつちょっと悩み事を聞いてきて、いやそれからまあね、聞いたうちの8割はね、うん、そこまで考えすぎなくていいですよ、まあ、9割、はいはいはい、実は考えすぎなくていいよ、うん、うん、あのそのうち日が経てば、うん、あの忘れられるよとか、うん、いや向こうもそこまで傷ついてはいない可能性高いよとかっていうことが、うん、おそらくは今この傷つき世界、うん、日本の傷つき社会の中で僕はね、うん、全部とは言えないけど9割そうやと思うんですよ。なるほど。その時にでもね、ただあ何でも気にせんで、そうじゃなくて、あなるほどと、自分にもそういうことあった、うん、他人、自分のことじゃなくて他人のことやと冷静に聞けるから、うん、だからね10分の1カウンセラーみたいな、なるほど、そういう人がそこここで生まれてほしいなっていう願いもあるんです。なるほど。ほんならね、それでね、すごい実は人が救われる。うん、何もゲートキーパーみたいにならなくてええねん、はいはい。ゲートで言うたら、ゲートじゃなくてもう玄関口ぐらいのもんですよ。はいはいはい、でもそこで、そういう人がポロッと言える、うん。で、そんなんていうのはね、ちょっと今から話聞いてほしいねんけど、じゃない場合の方が多いんですよ。うん、ちょっとこの待ち合わせの時間の時にね、うん、実はさ、この間さ、一緒に飲んでた時に俺あの人のこと傷つけたかもしれへんなと思って、あ、それやったらこうやでとかね、うん、ちょっと駅で待ち合わせしてる、ほんのまだもう一人来ないなっていう時の10分間になると、うん、まあ、3分間みたいな時にちょろっと言うて、はい、はっと気が晴れたりする、うん、そういうのがいっぱい小さな猫の入り口みたいなゲートになって、うん、はいはい、おそらく年間100万人以上の人が救われるんじゃないかみたいな、大きなこと言ってますけど、うん、なんかそういうことがすごい大事かなと思って、ね、うん、It's all right っていうか、うん、あるいはこの間あのロケットが打ち上がった時に、何やったっけ、リトライトゥーフライト、トライトゥーフライト、はい、トライトゥーフライト、はい、リトライトゥーフライトかな、なんかその要するにもう一度やろうよ、あははは、ね、H2 ロケとかなんかで、そうで、はい、H3 ロケとか、H3 ロケとか、なんかそんなきっかけ、はいはい、あ、また生きていける、自分は生きていけると、うん、何か自分の中で、あ、失敗したとかね、傷つけたとか、あるいは、あ、なんか
すごい寂しい思いした、うん、でもその一言であ生きてる、これってね聞く力とかって言いますけど、うん、もちろん聞く力も正しいんやけど、うん、もっと言うとね、あ今心がふっとつながったその瞬間に立ち直れるんですよ、うん、まあその人とある程度親しかったら、でも10番目ぐらいの親しさでも別に構わないんですよ、うん、かといって自分の個人的なことをバラす人じゃないと、うん、ちょっと今仕事仲間でふっと言ってみると、うん、まあ、それがふっと扉が開く、うん、だからね聞いて分かってもらえたというよりもね、うん、瞬間的になんかねつながった、はい、でこれはねあの密教の修行で言うたら、はい、相手が観音様であったりお不動様の時にこう、うん、息を合わせるって言うんですよ、うん、相手もちろん木造であったり鉄でできた、うん、あの何でしょう文化財ですよ、うん、言うたら人間からしたら生き物からしたら文化財に過ぎないのかもしれない、うん、でも文化財って生々しい感じがあるから、うん、どうな自分の息を吐いたらそれをお不動様とか観音様とか、うん、あるいはお地蔵様がスーッと自分の息を吸ってくださる、うん、でそれをきれいな息にしてふーっと吐いてそれをまた自分が吸うみたいなね、うん、呼吸を行き来するっていうのを修行するんですよ、これは、まあまあ、ある意味秘伝なんですけど、はい、でも皆さん知っておいていた、それって何かって言ったらね、うん、こうなんか息がつながった息があったぐらいの感じでいいってことなんですよ、はい、あこの瞬間なんかハッと光が差した、うん、相手の言葉でいやいやそれは気にしなくていいと思いますよ、うん、みたいな、はいはい、そうかな、いやそう思いますよ、それだけでもふっと呼吸ができるようになる、うん、ちょっと浅い呼吸がちょっと深い呼吸が一声できるように、うん、それだけでねほんと救われたりするんですよ、うん、でそれは自分の中でもう立ち上がらなきゃならないというエネルギーが、うん、実は6割ぐらい湧いてるんでしょうね、うん、ところがガチッと閉ざしてるから開かない、それが大丈夫っていうところでちょっと開いたらそこにスーッと息が通ると、うん、だから分かってもらえないといけないとかね、うん、そこまでじゃないと思うんですよ、はい、それはだから先生が、まあ、いろんなところで、昨日も名越ゼミやりましたけど講座やったりとか、それこそオープンカウンセリングとかで皆さんに伝えてるというのはその部分が、そう、何か僕と同じようにもちろんカウンセラーになろうっていう人ももちろん、はい、どんどん来てくれたらいくらでも段階的に教えますけど、そういうお弟子さんもいるけど、うん、少ないけどいるけど、もっと人の話をスッと聞けて、うん、相手が呼吸をちょっと一呼吸しやすくしてあげるっていうことっていうことが、うん、実はねすごい社会貢献になったり、うん、具体的に励ますとかそこまでいかなくても全然勇気づけられてるし、そうそう、なんかちょっと深刻になってる人、うん、でもこの頃はほんまに SNS あるからもだけじゃなくていろんな人間関係が多様になってるから、うん、しかも人間関係が薄くなってるから、うん、すぐ落ち込みやすい要因って昔の10倍増えてると思うんですよ、うん、でもちょっと落ち込むっていうのは実はねそれで呼吸を浅くさせる、なるほど、なるほど、ちょっとしたことで「ああ言葉足りんかった」とかね、うん、で逆に「ああの人友達やとあんなきついこと言うんやって自分が何か至らなかった」なんかそういう自己それの肯定感がみんな少なくなってるから、はい、ほんでそういう時ってねそのこと自体は小さいことかもしれない、もしかしたら、はい、でもねその結果ね30分ぐらい息がなんとなく浅くなってみ、うん、どんどん体は停滞しますよ、うん、ほんで頭でまともな思考力が実はなくなっていたりするから、うん、この一息深い呼吸ができると、ほんだらなんかそういうヨガの先生と深い呼吸、あほんならスケッとする、でも呼吸をしてみましょうって言ったってその呼吸じゃないね、俺はこのことで悩んでるんだと思うやん、うん、ちょっとその話を聞いてもらうだけで、あそうかな、パッとそれが軽くなってます、なるほど、いやこれはなんか重要な話、いやそうなんです、ね、本当はねこのね一呼吸深くさせてあげる人間関係みたいなんで、ね、うん、一冊本当は作りたいぐらい、うん、それぐらい大事なことかもしれない、うん、でまあ、そのためには僕だけの例じゃなくていろんな人でホッとしたことあるとかねちょっとかき集めて説明したらもっと英語になると思う、うん、なのでそれぐらい実は、うん、専門のカウンセラーの活躍も必要だけど、うん、その10倍、うん、呼吸を深くなさせてあげる会話っていうかね、うん、そんな必要やなと思いますね、うん、まあ一番みんなが簡単に言うのは SNS を、丸一日やめてみるっていうだけでだいぶ変わると思うし、うんうん、あとはやっぱりその深い呼吸をやりたいのであれば
散歩ですよね。散歩するとやっぱり筋肉を使うから呼吸が深くなってくる、うん、それで緑を見たらそれでハッとだいぶ半分以上うっさんされるっていうことが多いけど、うん、僕今ちょっと腰が痛いから散歩ができないから、はい、その分余計心理学的なにはどうしたらいいかを考えますよね、うん、前やったら散歩したらいいのちゃうの、はい、今散歩すると腰痛いから、はい、だからなんかちょっと話聞いてもらう、うん、相手は気軽に聞いてくれるやん、うん、気軽に聞いてくれる人の方がいいのよ、なるほど、帰って、はい、だからそこまでふっと浮き上がることが感謝ですよね、うん、なるほど、うん、名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの勢いで実はやりたいな。